まあ、今回のドームツアーは、もう本当にここ数年は新曲のみのオリジナルアルバムっていうのはリリースしていなかったので、本当にこうコンセプチュアルな、ライブになる予定です。アルバム新曲10曲っていうところで、まあざっくり言うと半分が新曲っていう一新したツアーに感じていただける内容になるかなと思いますし、まあ今絶賛ね、今ツアーリハやったりとか、打ち合わせだったりとか重ねてるんですけども、結構メンバーもいろんなアイディア出してて、本当に手作りで作ってるような感覚もあるし、こんだけね長く活動してきましたけど、すごくワクワクするような、セットだったりとか演出も考えてますので、間違いなく満足していただける内容になると思ってます。はい、そうですね、でもツアー解禁したのは随分前だったと思うんですけど、ボーカルチームも楽曲を制作しきれてなかったので、タイトルとねスケジュールだけ先に発表させていただきましたけど、何も中身はまだ詰まってない状態で解禁してっていう中で、でまあ夏終わりぐらいからみんなで集まってミーティングしながら、アルバムのタイトルと、まあ、そのツアーのタイトルも同じなんですけど、まあ、今年のこの二面性っていう一つのなんかこうキーワードを掘り下げて、それをこうライブで表現するにはどういう方法があるんだろうねだったりとか、なんかそういうことを突き詰めてやってるんですけど、やっぱりまあでもツアーが近づいてきたっていう実感は感じますね。新曲の今ねフリーリハも今日ね午前中にやっていたりとか、しますし、まあ、今年はリリース自体はブレイズが初めての、シングルで、で今回ベイビードントクライがあってっていう、まあ、ブレイズとベイビードントクライってまた全然違うコンセプトの楽曲を、まあ、通年でリリースするっていうところで、まあ、それが直結して、ツアーにつながっていくっていう内容になってますんで、まあ、本当にファンの皆さんもぜひこの二面性っていうところでちょっとこうライブ見てる中でも注目してもらえると、いろんな二面性をこうエッセンスとして今ライブの中でこう、取り入れようとしてる最中なので、なんかそういうところも注目してもらいたいなと思ってます。いや、手応えはやっぱありますよ、もちろんね。よく話しちゃうんですよ、最近。まあ、メンバー飯この間行って、メンバー7人だけで久しぶりにね、いろんな話をしました。まあ、夢の話だったりとか、まあ、人生の話、をメインに、まあ、いろいろ話して。なんかこう、今だからこそ、狙いを定めて7人で同じ方向を向かっていける感じもあるし、メンバー感は、とてもいい雰囲気、グループ感、すごくいいので、なんかこのね雰囲気のまんまグッドバイブスのツアーを迎えられたらいいなっていうふうに思ってます。はい、やっぱセットすごいですよ。本当に今回セットすごいと思う。なかなか国内のアーティストであれだけ巨大な、まあ何とは言えないんですけどっていうふうに、まあ機構のスタッフの方からも聞いてますし、ドームツアーもね長いことやってきましたけど、初めてあそれ使わないんだっていうツアーでもありますね。それもなんか匂わせばっかりで全然ね全然予想もつかないと思うんですけど、今までやってこなかったことをやろうみたいなところが結構強いツアーになってますね。まあ、あとは演出面も結構その映像はかなりこだわってるツアーになりますね。実際生のライブとのこのリンクというか、事前にこだわった映像撮影も、済ませてますし、まあそれがすごく起爆剤となって多分ライブをすごく盛り上げてくれると思います。はい、本当にグループがかっこよくなるように、かっこよく見えるように、いろいろアイディアを出すだけではあるんですけど、なんか思いついたことは全部口に出して言うようにするしてるんで、もう細かいことも全部僕意見は言うようにしてて、まあそれはいいかどうかはね、またメンバーで揉んで結論出しますけど、ポンポンボールは投げてますね。なんかいつものパターンではないですね。
全編通してここ数年3代目のライブに来ていただいたお客様は驚くと思いますし、戸惑いに変わらないように僕らもなるべくこうエンタメとして楽しんでいただける流れをね、作って届けたいなって思いもあるんですけど、でもなんか結構その今回は意外性みたいなところでポイントを結構作ってるんですよ、そのセットリストの中でも。だからそういう意味でも結構今まで通りではない感じが、まあ実際にステージに立つ自分たちも感じてますし、とにかくセットがすごいです。何度も言いますけど、はい。3代目を支えてくださるメイトの皆様、いつも温かい応援ありがとうございます。まあ15年同じことをね続けるっていうのは、まあどんな世界でも、本当に当たり前のことではないと、思っていますし、メンバー誰一人欠けることなく、迎えられたっていうのは本当に幸せな経験をさせていただいてるなと、日々感謝してます。何かハングリー精神だったりとかですね、夢を追いかけていく推進力みたいなものはね衰えたわけではございません。なので、まあ、さらにね人気だったり熱狂だったりっていう部分を超越して、本物になっていけるようにまた7人力を合わせて、次の目標に向かって進んでいきたいと思っておりますので、引き続きメイトの皆さんと一緒に、共に歩んでいきたいなと思っておりますので、これからもどうか僕たちをよろしくお願いします。